ウィス、今回は最強リーダーランキング久しぶり見ていこうと思います。前回が3月27日でしたので、まあ5ヶ月弱ぐらいですかね、間が空きました。で、ただ普通に見ていくだけのもちょっと退屈かなっていうふうに思いますんで、ちょっと今回は味変していこうかなと思います。というのも、本日9月12日なんですけども、今からちょうど1年前2022年9月12日、こちらがワンピースコラボ最終日なんですね。2022年9月、1日から9月12日の、23時59分まで開催されていましたので、本日日付が回った時点でコラボ終了からちょうど1年なんですね。ということで本日は去年の、まあ、その時点までとは一線を画す強さを誇っていたワンピースキャラが1年経ってどのぐらい生き残っているのかというのを注目しながらランキングチェックしていこうかなというふうに思います。じゃあ見ていきましょう。今回見ていくのはゲームウィズさん、ゲームエイトさん、神ゲー攻略さん、アルテマさん、そしてアップメディアさんですね。はい、ということで、まず、ゲームウィズさんから見ていきましょう。あ、そうね、今ちょうどあの電撃コラボのキャラクターがね、ステータス画像が発表されつつありますね。はい、で滞在流があってここですね。SS ランク黒飛びグランエルブガチャドラアグリゲートフェルル。あー、なるほど、フェルルはまだ生き残るかどうだろう、もう最近全然使ってないんですけど、まだ SS いけますかね。まあ強いけどね、確かに黒飛びグランエルブはね、もうちょっと汎用性があまりにも高すぎて、うん、動かないかな、当分の間。単純に倍率とかで上回るキャラが出ない限りは、ここ動かないかなっていう感じがしますね。ガチャドラアグリゲート。まあ、HP がっつり詰めればアグリゲートもね、割とどこでもいけるかなっていうふうに思います。ただ僕個人的にお邪魔毒を使うリーダースキルがあんまり得意ではないので、そんなに使わないですけどね。S クラス、ロイチラ、ウルトナ、あ、なるほどね。ナツル、ウルザか。まあ、この辺もね、あんまり使わなかったな。無骨もね、さっきのアグリゲートと同じ理由でね、苦手なんですよね。ルカは、電撃コラボのシャナとの相性がいいというふうに言われているんで、そこでまた評価が上がる可能性あるかなっていうふうに思います。アムリニアも地味に強いです。で、A ランクが、まあこんな感じというところで、まあワンピースキャラはいませんね。はい。なるほど。あとでサブもちょっと見ていこうかな。まあ、先にリーダーズ部確認しましょう。次、ゲーム8さんですね。はい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 、これですね。ここは動かないと。で、フェルドが一段階落ちてるという感じかな。はいはいはい。闇アームリニアか。なるほど。で、はい。あ、ブレイザーもね、僕すごい好きなんですよね。あの、ヒコ星3体ループの相方としてめちゃくちゃ強いんで、最近よく使ってますね。でもワンピースキャラはここにもいないと。じゃあ次、神ゲー攻略さん見ていきましょう。はい、こちらですね。あ、この辺はもう動かないね。ほとんど一緒だな。初音ミクが一応ランクインはしてますけども、これどっちかというと機械的な周回で強いっていう感じのモンスターなんで、最強リーダーかと言われると何とも言えんな。まあでもいないですかね。もうちょっと下まで引き伸ばすようなランキングを作ってくれるサイトだったらワンチャン入るかもしれませんが、ここにもいないですね。アルテマさん見ていきましょう。はい、ここですね。アグリゲートが1段階落ちるという感じで、フェルルがここにいると。で、あとはまあ似たような感じですかね。そうですね。上位3体ここは結構僕は納得ですね。アップメディアさん、はい、ここですね。夜がここは SSS ですね。夜か、まあ青天井のリーダースキルなんで強い方ではあると思うけども、ロトビクランエルブとかを使う場合はあんまり使う理由がないっていう感じがしますかね。ウルトラより強いかと言われるとちょっと何とも言えんな。んで、あとは似たような感じ。海舟いるじゃん。海舟か。強いかな。まあ、海舟もでもあんまり使う理由がないかなっていうところはありますけれどもね。はい。ということで、以上5つのサイトをサクッと確認しましたが、やっぱりワンピースキャラはいませんね。サブもちょっと見ていきましょうか。何かしらいるでしょう。サブだったら何かしらいると思いたいが、これは属性別か。なるほど。アレンド、リュウメ。ここはマジで強いね。で、S ランクが、はい、はい。あ、いったーよかったー。さすがにいるか。サブだったらさすがにね、何体かいるかなって思ってましたけど、マルコね。はい、はい。マルコか、非単体の
パーティーを使うことっていうのがあまりないので、まあ、それでもマルコ自体のその採用率が今も高いかと言われるとちょっと何とも言えないんですけれども、まあ、その変身後のスキルが強いっていうことと、変身前がね、他のキャラの変身補助に使える性能になっているんで、まあ、非常に使いやすいとは思いますね。なるほどね。うん、なるほど。で、属性語とか、水属性はいるかな。まあ、さすがにいなそうかな。グラヘルブサブにも入ってんだな。まあ、カリンドラゴンは、まあ、この3体はね、本当に、黒飛びグランエルブの安定サブって感じですね。黒飛びを2体用意できない場合に、カリンドラゴン2体で、その、カリンドラゴン、カリンドラゴン、黒飛びでループするっていうのが非常に強い動きになりますね。なるほど。異属性はどうですか？いないね。いないね。光は？はい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 。はいはい。あー、いた！チョッパーね。チョッパーは確かに、スキル6個だからね、そこが強いかな。スキブ6個の消せない覚醒無効全開枠ってなるとだいぶか、枠絞られると思うんで、そういう意味では未だに唯一無二の性能と言えるかもしれませんね。なるほどね。まあ、消せない覚醒無効回復の枠でマルコとチョッパーが入ってきたっていうところで、まあ確かにパーティーを構築する上では絶対外せないですからね。なるほどね。まあそう考えると他のね、キャラクターとかも結構そういう傾向が強いかなっていう感じですね。はいはいはい。闇属性はどうですか？ハロウィンチャコル未だに上に来るか。なるほど。でもワンピキャラはいなそうかな。うん、いないかな。多色はきつくないか。まあワンピースキャラ自体結構多色のキャラが多いコラボではあったけども、まあでもいないかな。あ、いないね。まあ他のサイトも見てみるとわかるかもしれませんが、ちょっと時間もあれなんでアシストもついてみよっか。ドフラミンゴとか入ってんじゃねえかな。どうだろう。SS ランク、アマージュ、クレハ、ほう。で、あとは、まあ基本的にチーム HP の武器が強いなというところではありますが、いないか？え、そんなことあるか？ちょっと待って、俺が見逃してる？武器はなんかあるんじゃねえか。ああ、いないなぁ。武器もいないか。寂しいなぁ。いないね。そうか、ちょっと軽く他のサイトも見よっか。ゲーム8さんのサブ。マルコとチョッパーはいるかな？あ、エースか。でもな、これちょっと古くないか。このランキングちょっと古くない？なんか最近のキャラが全然入ってね。古い気がするな。だってね、雪音とかもいないもんね。多分古いな、これ。ちょっと当てにならんな。ここは神ゲー攻略さんの最強サブ。もうだからアイコンがチョッパーだよ。アイコンがチョッパーだったらいるでしょ。あ、マルコいるね。マルコいます。貴族戦サブ1位、オデドラ？ちょっと課題じゃない？まあ強いけどさ。あ、でも、マルコだけか。そう考えたら火のさ、サブってちょっと選択肢狭いのかもね。この2人があまりにも強すぎて、それ以外があんまり使われてないのかな。そういう感じもありますね。アシストはこのサイトないのか。アシストみたいな。最強アシスト。アシストでいるかな。いた。さすがに入るでしょ。さっきのゲームウィズがおかしかったんだよ。ドフラミンゴはさすがにどっかには入ってないとおかしいと思ったよ。まあでもドフラミンゴ自体も今ボンドとかがいるんで、ちょっと追いやられ気味ではあるんですけれどもね。まあでもサンタンヘイストのチーム HP2 個って時点で十分強いっすよ、やっぱり。よかった。あ、ビッグマムか。まあ泥凶枠としては結構強いかな。で、カイドウね。カイドウもまあもちろん黒飛びで採用できるんで、入ってておかしくないなと思いますね。こんなもんかな。ですね。アムロとかもうちょい上でもよくない？結構使うけどね。A ランクか。まあでもそこはね、各サイトさんの味加減なんでね。はい、っていうところですかね。
はい、まあこれ以上見てもあれなんで、まあ割とそのマルコチョッパーが入っててアシストが一部ランクインしてるよっていう感じで、まあ生き残ってるキャラもいると言えばいるっていうところですかね。はい、っていう感じで、そうですね、まあじゃあちょっと感想とか軽く話していこうかな。まずは、リーダーとしては、当然ながら見る影もなくなったと、まあ当然って言ってしまうとちょっと語弊があるかな。まあなんていうか、そうですね、使う理由がなくなったっていう感じですかね。まあ、例えば、ルフィだったら火力はね、青天井リーダースキルなんで火力自体は出ると思いますけども、ただ青天井リーダースキル自体は今ではたくさんありますし、軽減率もまあ今の時代だと 75% でもちょっと厳しいって言われる環境下で 70% しかないっていうところで、まあちょっと厳しいかなと。でカイドウも全パラ5倍っていうのは、まあインパクトは当時すごいありましたけども、わざわざテイレアをね集めてやるようなものでもなくなってしまったんで、厳しい縛りではなくとも5倍クラスのキャラっていうのは今かなりね増えてきているんで、やっぱりそのいずれも単純な盾のインフレに乗り込まれたっていうような感じがしますよね。でサブに関してはその消せない覚醒無効解除みたいなパーティーを構築する上で絶対に外せない要素を含んでる場合は生き残っている可能性があると。でマルコチョッパーがその例ですね。で逆にその単体火力が高いとか、耐性が多いとかそういったものは結局ねこれも盾の話になっちゃうので、リーダーと同じように時間が経つにつれてどんどん飲み込まれていってしまうと。その前回のね3月27日の時点ではルフィカイドウって実はまだ生き残っていたんですよ。多分ビッグマムもいたような気がするな。いるにはいたんですけども、ただね、その時点ですでにウルトナロイチェラが出ていて、で5倍耐久ラインっていうのが確立しつつあったので、その時点でその倍率の足りていないルフィとか縛りがきついカイドウが使われなくなっていくっていうのは、ある意味その時点で決まっていたようなものではあるんですね。ここ数年で環境を取ったことのあるキャラクターの寿命、まあ、少なくともリーダーとしての寿命っていうのは、まあ、よくて大体半年かなっていう体感があるんですけど、まあ、そのフェス限とか、自社イベントに関してはねいつでも復興できるのに対して、コラボっていうのはやっぱりなかなかそうはいかないので、いつ復刻するかもわからない、二度と復刻しないかもしれないっていうもとで、ワンピースとかあとはまあ鬼滅の刃ぐらいの環境支配に影響するコラボの寿命が半年って考えるとちょっと悲しいなとは思う。その作品のファンだったらなおさらね。でまあもしかしたらそれをケアするためにアシスト進化とかがあって、でさっきカイドウはもう使う理由がないって僕言いましたけども、武器は強いですよね。で黒飛びとかで採用できる性能をしてるんでまだまだ使えますよっていうことは、まあ言おうと思えば言えます。でもだからといってじゃあいくらでもインフレしていいよねということではないし、アシストがあることがインフレへの納得感につながっているかと言われると、まあ素直にうなずくことは難しいっていうか、まあそれも結局たまたまだよねっていう感じで、覚醒とかそのスキル内容がね完全上位互換になっているものをこの運営って平気で出してくるじゃないですか。でその事例っていうのがすでにたくさんあるから、ユーザー目線でもこれからもずっとそうなっていくんでしょっていうのがもうかなり目に見えてしまってて、いつまで経ってもそのインフレの激しいゲームっていうイメージを脱却できないでいると思うんですね。で僕はそこ脱却を目指すのっていうのはやっぱり大事だと思うんですよ。でないと結局ねその強いキャラが来てもどうせすぐオワコンになるんだったら課金する意味ねえやっていう風になって なりやすいじゃないですか。だから脱却をしなきゃいけないとやっぱ僕は思ってて、じゃあそれって具体的になんだっていうと、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、要するにそのインフレに対しての納得感があれば許されると思うんですよね。インフレは確かにソサゲである以上一定仕方はないけども、そのインフレに納得できる要素があればいい。だからそのワンピースコラボの時ってものすごいインフレをした割には結構良かったよねっていう声多かったと思うんですけど、なんでかってそれあの時って例えばコロシアム作ったりとか称号チャレンジ作ったりとかって新しいことをねいろいろと取り入れて、その変化の兆しが見えたっていうところも僕は大きかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、もちろん当然ワンピースっていう作品自体の人気もあったのは間違いないですけども、そういうのって性能とはまた別の要素なんですよね。インフレに対して納得感を演出できるのは性能以外の要素がどれだけ強いかっていうのがより重要だと考えられると。ただ性能を上げました、今までのキャラより強いですっていうインフレは、まあ、はっきり言ってゴミなんですよっていうことだと思います。で、究極は、やっぱり
モンストのルシファーだと思う。この話何回も引き合いに出して申し訳ないんだけど、やっぱりそのあれだけのことをやった上でルシファーが最強のモンスターですってなったら、それはもうね、納得に次ぐ納得じゃないですか。ルシファーが最強かどうか知らんけどね。でもそういう風になって起きたインフレっていうのは許せるでしょ。だからそういう方向っていうのをやっぱりパズドラにも目指してほしいなっていう風に思う。うん、ワンピースコラボのキャラはもうリーダーとしては活躍してないけども、まあでも割と良かったよねというふうに評価されてるのは、やっぱり新しいことに挑戦したからだと僕は思ってるし、そう信じたいなというふうに思いますね。はい、っていう感じですね。まあ適当に取り留めなく喋ってみましたけども、よかったら皆さんの感想も教えてください。以上。